今日は東レを取り上げてお話しします。東レの株価見通しを投資初心者のあなたにも分かりやすく解説していきます。皆さんこんにちは。お金の学校学長の今川和明です。今日の授業は東レの株価見通し解説です。東レは日本を代表する化学繊維メーカーで、日本を含む26の国と地域で事業を展開するグローバル企業です。車や航空機の部材から医薬品まで幅広い製品を取り扱っています。炭素繊維複合材は世界ナンバーワンを誇ります。株価は3年ほど低迷していたんですけれども、昨年末から復調気配になっています。三菱ケミカルホールディングスや住友化学も年明けから株価が上昇基調になっています。新型コロナウイルス感染症の影響から脱却して経済が再稼働していきますと、素材メーカーの需要が伸びてきますので、東レも業績と株価の上昇が期待されるメーカーの一つとなります。今日も投資初心者のあなたにも分かりやすく解説していきます。今日のお話の流れは、まずはじめに東レのビジネスモデルを紹介します。続いて東レの直近の決算内容を解説します。最後に東レの株価の見通しをお伝えします。東レは1926年に東洋レーオンとして創業しました。医療、産業用繊維、自動車部品などに使用される樹脂や各種フィルム、炭素繊維複合材、水処理膜、医薬品など幅広い事業を展開しています。医療用繊維は原子から生地、縫製に至る工程を全て手掛けています。技術力を活かして機能性素材で中国勢と差別化を図って、ヒートテックなどユニクロの大ヒット商品を数多く生み出しました。先端軽量素材の炭素繊維複合材はダントツの世界首位となっていまして、アメリカのボーイングの中大型旅客機などに採用されています。新たな成長分野として EV 搭載リチウム電池用の絶縁材フィルムにも力を入れています。東レが世界トップシェアを誇っている炭素繊維とはどんなものなのかということに少し触れますけれども、どの金属よりも軽く、ダイヤモンドのように硬い炭素の特徴を生かした素材となっています。鉄の4分の1の軽さで10倍の強さを持つと言われています。そのため先ほど挙げたような航空機の部材として必要不可欠なものとなっています。その他にはゴルフクラブですとか釣り竿にも使われるようになっています。そしてドイツリリウム社と空飛ぶ車の機体へ炭素繊維の供給をするという契約を締結したという話題も出ています。さらには株式市場でも注目されている風力発電にも使われておりまして、今後再生可能エネルギーが普及していく中で注目されていく可能性も秘めています。続いて東レの直近の決算内容を解説します。2021年3月期第3クォーターの連結業績ということになるんですけれども、売上高1兆3642億円。こちらは前年同期比 14.0% 減。営業利益は362億円。前年同期比 63.6% 減。当期純利益279億円。前年同期比 62.8% 減となっています。繊維事業に関しては医療用ガウンの特需はあったものの、医療品が下落したため業績がダウンしています。樹脂エンプラについては前半の自動車向けの厳しい影響が響いた模様です。炭素繊維については風力発電向けは好調だったものの、航空機向けが激減しています。アメリカ子会社の減損も響いたため営業利益のダウン要因となりました。総合すると市場予想を下回る結果となりました。しかし通期の業績予想については市場予想を上回る見通しとなっています。2022年3月期については自動車向けが回復する見込みとなっています。さらに抗菌性と洗濯耐性を合わせ持つ新ポリエステル素材を開発、機能性医療向けの用途の開拓を狙います。東レは炭素繊維の分野で今後自動車関連に注力する方針を発表しています。超高容量のリチウムイオン電池向け絶縁膜の創出に成功しています。製品化を目指して開発に力を入れている段階です。世界的な燃費環境規制などを背景に、自動車メーカーは車体の軽量化を目指しています。こちらについては今話題の EV ですとか燃料電池自動車に使用されています。続いて東レの株価見通しをお伝えします。東レの長期チャートを見ていただきたいんですけども、東レの株価というのは
数年にわたってボックス圏で推移してきたということがわかります。昨年のコロナショック以降はずっと低迷していたんですけれども、新型コロナワクチンの開発報道が出たタイミングから経済再稼働への期待が高まって株価は上昇モードに入りました。株価は急ピッチで上昇してきましたので、 PR や PBR の割安感は消えてきました。決算発表を終えてしばらく材料が出なければ日柄調整で今現在の700円前後の水準で横ばいが続く可能性があると思います。チャート上でのお話ということになるんですけれども、ここの段階で500円から520円あたりで窓開けが発生している点も気になります。この先長期にわたって上下しているボックス系の高値の1100円ですとか1200円を目指していくには業績が伴っていく必要があると思います。この動画を撮影している2月18日の終値は712円50銭でして、年間配当金は9円を予定しています。よって年間配当利回りは 1.26% の見込みです。ちなみに東レは株主優待を実施していません。中長期的な見方になるかもしれませんが、東レのサスティナビリティビジョンが ESG 投資の対象になってくるかもしれません。そうなると機関投資家の買いも含めた投資資金が振り向けられる可能性に期待できるようになります。東レの今後の懸念材料についてお話しします。昨年末出たこちらの記事を紹介したいんですけれども、東レの炭素繊維については、中国に輸出した炭素繊維の一部が正規の取引先以外の事業者に流出していたことが発覚しました。これによって経済産業省が東レの子会社東レインターナショナルに対して厳正な輸出管理の徹底を求める警告を行いました。中国で採用された従業員が炭素繊維を横流ししていた疑いが強いと報じられています。このような中国リスクを抱えていたりですとか、韓国のメーカーが炭素繊維の生産増強に取り組むという話題も出てきたりと、カントリーリスクですとか海外メーカーの台頭は懸念材料と言えると思います。今日の結論、新型コロナウイルス感染症の影響から脱却して本格的な経済再稼働を迎えていきますと、東レのような素材メーカーが活躍する場は増えてくると思います。カントリーリスクや海外メーカーの台頭という懸念材料はあるものの、業績が回復してくる気配が出てくればボックス圏の上値である1100円から1200円を目指していく展開も考えられます。チャート上500円付近で窓開けが発生していますので、700円前後で推移している今の横ばい状況から上を向いていくのか下を向くのか注視しておかなければいけません。どちらの可能性にかけるのかよく検討する必要がある銘柄だと思いました。今日は東レを取り上げてお話ししました。それではまた次回の授業でお会いしましょう。